私の名前はみゆき、26歳の会社員だ。私には付き合って2年になる彼がいる。和也はもう29だし、お互いの年齢的にもそろそろ結婚かなと考えていた矢先、彼からプロポーズされた。僕と結婚してください。嬉しい。私でよければよろしい。ありがとう。ところでさ、結婚した後はうちの親と同居でいいよね。え、カズヤの話によると、義実家は義兄もカズヤも独立し、シュートはなくなっており、義母は一人暮らし。そのため部屋が余っているらしく、もし結婚するなら戻ってきて一緒に暮らさないかという話になっているらしい。同居か。義母とは何度か会ったことがあるが、社交的で明るい人だった。しかしちょっと強引なところがあるというか、押し付けがましいというか、っていうか同居でいいよねってなんか強制的だな。でもお母さんだって急に知らない人と同居なんて嫌じゃない？母さんなら平気だよ。でも家賃もかからずに住めるんだからお得だろう。それにもし子供が生まれた時は育児を手伝ってもらえたり、みゆきにとっても悪い話じゃないと思うんだ。正直なところ気は進まなかったが、和也が必死に私を説得する様子を見て、もしここで断ったら結婚の話自体なくなってしまうんだろうか、そう不安に思った。実は和也は私の初めての彼氏だった。高校と大学は女子校だったし、今でもそんなに垢抜けてる方ではない私を好きになってくれたのは和也だけ。そんな和也とこんなことで別れてしまうのは悲しい。いいよ、お母さん何度か会ったことあるけど明るくていい人そうだったし。本当？よかった。早速母さんに報告するよ。こうして不安なまま同居生活がスタートした。同居生活がスタートして数日後、引っ越し作業も落ち着いたし、そろそろ家具を見に行こうと思うんだけど。オッケー、じゃあ母さんにも予定聞いとくわ。え、なんでお母さんまで？私たちの部屋の家具なんだから別に二人で見に行けばいいじゃない。共同の部屋の家具ならわかるけど、和也とのプライベートルームに置く家具を見るのだ。義母が来たって楽しくないんじゃないかなと思ったのだが。いや、ここはもともとうちの親の家なんだから、今のインテリアに合うかとか母さんの意見を聞いた方がいいだろ。最近和也は何かにつけてうちの親の家なんだからという言葉を使う。その度に同居前に感じていた私の不安は大きくなっていった。そして家具屋では、和也くん、このベッドどうかな？この色落ち着いてて素敵だし、値段もちょうどいいよ。あらあら、ダメよ、こんな安っぽいのこっちのブランドにしなさい。え、でもこれは予算オーバー、値段のゼロが一つ多いんですけど。予算が少し。長く使うものなんだし、母さんの言う通りこっちのブランドにしといた方がいいんじゃない？でも値段が結構するけど。別に大丈夫っしょ、俺もみゆきも働いてるんだし。そうだけど、将来子供も産みたいし、教育費とか今のうちに貯金したいのに。家具に限らず何かにつけて高級志向の義母は私たちの生活全般に口出し、でもお金は出さない。結果私たち夫婦は共働きにもかかわらず、なかなか貯金がたまらなかった。そんな日々が続いた数ヶ月後、妊娠してる。本当か、やったな。まあ男の子でしょうね。女の子だったらバイバイしなさい。高木家、義実家の名字の孫なんですもの。跡取りじゃなくちゃね。性別はまだわかりませんけど、別に高木家だけの孫じゃないし、私たち夫婦の子だからな。勘違いすんなし。っていうか女の子だったらバイバイって言った？頭おかしいんじゃないの？この頃になると義母に対する鋭いツッコミが頭の中に湧きまくっていた。妊娠から半年後、赤ちゃんの性別が男の子と分かると義母は大喜び。それまで言ってきた嫌味は消え、毎日もみ手して私をよいしょするようになっていた。そろそろ本格的に子供の名前を話し合わないとね。和也くん、いい名前思いついた？名前はこれから一緒に考えるつもりなんですが。あら、一緒に考えるんですって？みゆきさんのセンスじゃダメよ。高木家の立派な跡継ぎにするんだから、センスも良くてグローバルな名前じゃなきゃ。これからは国際化社会になっていくんだもの。私が考えてあげるわ。自分の息子には和也って名前つけといてよく言うわ。でも私は自分たちで考えた名前をつけたいんです。
名前については前々から和也とも話し合って夫婦二人で考えると決めていたね、和也くん。あー、母さんの言う通り母さんに考えてもらった方がいいんじゃない？楽だし。そんな、私たちの子供なのに楽だからって理由で義母が名付け親になるの？二人で決めるって約束していたのに裏切られたような気持ちになって思わず絶句した。呆然とする私を見て慌てる和也。ちょ、怒ってんのかよ。このことはまた落ち着いて話し合おうな。そう言うと夫婦の部屋へと私を引っ張っていった。結局話し合って子供の名前は夫婦で決めることにしてくれたが、この出来事で和也に対する不信感はますます募った。あれよあれよと時は経ち、私は無事に出産を終えた。子供の名前は二人で話し合い、港と名付けることに。そして私は1ヶ月間実家に里帰りすることになった。和也くんと1ヶ月間離れ離れになるというのに、寂しさよりもあの家から解放されるすがすがしさの方が勝っているな。初めての育児は慣れないことばかりで大変ではあったが、母や父の助けもあり毎日充実していた。何より港の成長が嬉しかった。和也には LINE で港の写真を毎日送っていた。するとある時返信で、港って名前は良くないって占い師に言われたから解明のために家庭裁判所に行くって母さんが。その LINE を見て背筋が凍りついた。解明？家庭裁判？お母さんが？なんで？慌てて和也と会う約束をし、港を母に預けて指定したファミレスに行った。絶対に和也一人で来てって念押ししたのに、和也の隣には案の定義母もいた。私がいろんな疑問を問いただす前に義母が一方的に話し始めた。占い師の本間ザマス楓先生にね、港って名前じゃ明日病気になるって言われたのよ。でね、本間ザマス楓先生がポパイに改名しなさいって言うから家庭裁判所に行ったのに、親権者じゃないからって断られて。ポパイ和也が行けば親権者として許可されたのだろうか。いや、港からポパイにするって言われたら断るよね、さすがに。和也、今回もどうせ楽だからって家にいたんだろうけど、おかげでちょっと助かった。でさ、お前って話し合わないと怒るじゃん。だから話し合いで決めようと思って。話し合い？一体何を話し合うつもりなのだろうか。和也は自分の子供をポパイって呼びたいってことでいい？そういうわけじゃないけど、でも母さんも占い師の先生もそう言ってるなら、そうした方がいいんじゃん。楽だし。ああ、この人は自分の意思っていうものがないんだ。かわいそうに。ここに来る前に役所に寄ってよかった。私はカバンから離婚届を出し、机に出した。お母さん、裁判所帰りですものね。高木家のハンコお持ちでしょ？和也、別れてください。もうお母さんに振り回されるのは限界です。は？離婚って、私はポパイちゃんの健康を願ってるだけなのに。そんなにポパイって名前をつけたいのなら、そちらの和也さんを解明してあげてください。そしたらあなたが親権者だから簡単でしょ。母に港を預けるとき和也からの LINE を見せたら、うちの家族みんなで港くんを育てていくことだってできるわ。港くんとあなたにとっていい選択をしなさいと言われ、もう何もかも吹っ切れていたのだ。は？やだよ、ポパイなんて名前になるの。港の名前をポパイにしようとしてるくせによく言えるわね。私が睨むと和也は肩をすくめて義母の方を見た。私は港が明日病気になろうが、港という名前を大切に育てていきますので。そんな後取りが嫌よ、離婚なんて。机に出した離婚届を義母が破るが、痛くも痒くもない。ああ、そちらの離婚届には何も書かなくて結構です。この後弁護士を入れて正式に離婚の協議をさせていただきますので。こうして私はドリンクバー代の500円を机に置き、すぐさま離婚に強い弁護士を探した。和也も義母も意気消沈で、弁護士から連絡が行くと、はいはいとすぐ離婚に応じた。もちろん慰謝料と養育費も相場分一括でもらい、私は港の名前を守ることができた。高木美雪としての人生はここで終わり、また旧姓に戻って新たなスタートを切る。そして明日には病気になるなんてエセ占い師に言われていた港は今も健康に育ってくれている。本間ザマス楓って検索すると関連ワードに詐欺師って出るじゃない。ちなみに和也はあの後本当にポパイに改名されかけたりして、義母と仲違いしたとかどうとか。義母が外でも和也をポパイと呼ぶので、近所では和也イコールポパイになっているらしく、おばさまたちの世間話を盛り上げる名親子になっているとのことです。
ご視聴ありがとうございました。また見てね。